はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットスでございます。4時をちょいと回りました。9月は1日の金曜日でございまして、明日はね、あれなんですよ。今頃の時間は日本橋横山町というところにいましてですね、不動産売却相談会というのをやっています。1時から5時ですね。まあその間もですね、動画が上がるようにですね、今から仕込んでるんですけども、一応明日1時から5時横山町の方にですね来ていただければですね、私が、不動産売却のご相談を受けたまわります。ちゃんと物件持ってきてくださいね。物件ない、来たない方が来てもそれは困りますんで、物件ある方をのお話を聞くという会でございますんで、ご相談物件があればお持ちください。別に今すぐ売るとかじゃなくていいんですよ。これ2、3年先までに売った方がいいですかとか、10年先、20年先は困りますけどね。まあ近々売った方がいいですかとか、売るんならいつがいいですかぐらいのご相談は受けたまりますんで、お一人様が混んでる場合は30分です。混みません、はっきり言って。全然混みませんから。最近毎回ね、2、3組ですね、平均すると。もっと少ない時もありますから、それはのんべんだらないとか世間話をしながらですね、まあゆっくりなさっていただけるんですけど、まああれいりませんから、あらかじめご連絡とかいりませんから来ていただければと。で、先の方がいらっしゃればですね、申し訳ないけどちょっと待っていただくということですね。後ろ待っていただいている場合は30分、一見30分でですね、どんどん回していきます。まあそんなことはここ何年もないですけどね。さてですね、本題はですね、お隣さんでございまして、ドルウォン相場は今のところ1318で、この辺でうにゃうにゃしますね。意外に日中頑張ってますね。まもなく夜の部に入るんですけども、夜の部に入ると押されそうな。日中でも頑張り通していますね、今。まだあと2時間ぐらいありますけど。そのウォンの国の話なんですが、これ連合ニュースというのがございまして、これは通信社ですね。金、対金。どう読むんでしょうね、これは。いや、書いてないわ。連合ニュースの記者さんですね。若い顔が見えますけど、キムチボックスって書いてある。ほんま読めへんわ、読めへんすいません。日本語で言うと金対金でしょうね。はい。ユン大統領の支持率 33%、 最大野党はユン政権発足後最低の 27%、韓国という記事でございまして、世論調査会社韓国ギャラップは1日8月29から31日に全国の18歳以上の1002人を対象に実施した調査で、ユン・ソン・ヨル大統領の支持率は 33% だったと発表した。前回調査8月22から24って、これね、1週間に1回やってるんですね。より1ポイント低い。不支持率は2ポイント上昇した 59% だったと。まあいよいよ書いてあるんですけどですね、支持しない理由の一番はやっぱり福島汚染水ですけど、でも 21% ですね。政党支持率、これが重要なんですけど、保守系与党国民の力、これはユンさんのところですね。前回調査と同じく 34% だった。革新系最大野党共に民主党は5ポイント下落の 27%。 昨年5月にユン政権が発足して以来最低となった。まあという感じでございます。一方、汚染水の海洋放出について、海洋水産物の汚染について回答者の 75% が心配になると回答したと。まあそんな感じでございます。まあそれは置いといてですね、再々お伝えしています通り、韓国の野党をですね、共に民主党という名前ですけども、今はね、国会では過半数を握っておりまして、野党系だけで165議席、全300ですからですね、6割に近い数字を持ってるんですけどもですね、そこの党首がイ・ジェミョンというおっさんですね、先の大統領選挙でユン・ソンニョルさんと争って 2% の票差でですね、大統領になれなかったと。
この 2% 怪しいもんね、実はもっとあったんちゃうかと私は思ってるんですけど、なぜ開票所を仕切っているのはですね、野党なんですね、今の。で、次回はですね、次回の選挙、大きな選挙は来年4月に行われます、国会議員選挙なんです。でこの来年4月の国会議員選挙でですね、与野党がですね、まあ、野党多数なのが与党多数に逆転するんちゃうかというふうに予測をさせるのがこの調査でしてですね、与党の支持率がですね、34に対して野党は27ということです。お隣さんの場合、この地域によってね、ガツッとこう決まってるんですね。チュンラドって言って、その日本語的に言うと全ラドですね、南北あるんですけども、福土も南土もですね、完全な左翼エリアです。でこれに対してですね、慶尚道ですね、ちょっと言い方忘れました、慶尚道というところは南北あるんですけど、これは大体保守なわけですね。でこの その辺りは決まってくるんですけど、ソウルに近づきますとですね、チェンチン道っていうのはですね、ソウルに近いところですけども、というかソウルを含むところですけども、この辺りは毎回こう勢いによって変わるわけです。要はですね、こうお互い基盤の票はきちんとあるわけですね。お互い3割と言われてます。3割で、あとのその残りの4割の浮動票をどう取るかというところでですね、国会議員選挙もですね、大統領選挙も決まるわけでして、その4割のほとんどはソウルに住んでいます。でこういうね、世論調査もね、まあ、参考になるようでならないような、なるようなっていう感じですけども、基本的に韓国の世論調査はですね、左翼系にですね、いい数字が出ます。多分ネットかなんかでですね、電話をしてですね、答えてくれる人が1000人に達した段階で自動終了みたいな、そういうシステムでやってるんですね。だから分母がですね、1000人とかってなんか中途半端な数字になるんですけど、だいたい左翼系の人の方が喜んで答えるということなんだと思います。でですね、今野党共に民主党の党首がイ・ジェミョンさんという方で、さっき別の動画でやりましたけども、与党けしからん、ユン・ソンニョル消しからんとか言うてですね、なんか勝手にですね、唐突にですね、断食ハンストを始めたんですね。ほとんど支持されていない感じがします。でイ・ジェミョンさん先頭に立ってですね、日本の汚染水はーってやってきたんですよ。このどうでしょう、1月2月ぐらい、もうかなりですね、かなりこう一生懸命やってきたんですけど、いまいちお隣さんノリが悪かったですね。でろうそくでもやーって、弾劾やーとかってやったんですけど、それも、ですね、いまいち良くないわけですね。でなんでノリが悪いかというとですね、一つにはユン・ソンニョルさんがですね、汚染水なんか危険ちゃうでって、あれは処理水やとかで、というふうなことを広報してるわけですね。まあそれがあるのとですね、イ・ジェミョンさんという野党の党首がどうやらですね、国民から飽きられてるというか、しらけられてるという感じがします。というのは、そうやって一生懸命戦闘になって汚染水やーってやってるのはですね、自分がですね、逮捕されたくないというですね、横島なモチベーションにおいてやってるんちゃうかというふうに見抜かれてるんですね。これね、ハングルが読めない私もでも知ってるわけなんですよ。あ、こいつって自分逮捕されるの嫌なんやという感じなんです、ね、もう実は逮捕状も出てですね、国会で否決されたりしてるんですけど、次の逮捕状が出たらですね、もう可決されるんちゃうかと言われてるんですね。つまり与党の議員が裏切るんですよ。裏切って賛成票を入れるんですよ。そうするとこの人逮捕されるわけでして、報道されているところによると、もう容疑はもう真っ黒です。だから今度国会議員の資格を失った途端にガスーッと逮捕されるされて、ゴーツープリズンになる可能性は濃厚ですね。まあそれを逃れるためにですね、自分が大統領になり変わればですね、プリズンは行かなくていいということで、お前やってんやろということをですね、お隣さんの人々に見抜かれているというのがですね、現状ではないかなと思います。お隣さんの人たちってね、非常にこうエモーショナルなんですけど、エモーショナルということはですね、冷めやすいということでもあるんですね、ある意味ね。だからそのエモーショナルにならなければですね、ふーんとしらけた顔で見てるわけですよ。
でどうやらですね、このイ・ジェミョンさん、野党党首はですね、エモーショナル計画を立ててですね、先導してですね、失敗したというのが現況でしてですね、もう諦めてね、あの検察からも出頭せえと言われてるんですよ。確か今月4日ちょうどだから、検出頭せえと言われてるわけですよ。もう諦めてね、すいません、やりましたって言うてですね、情状酌量を求めた方が早いんちゃうかなという気がします。このですね、連合ニュースのアドレスを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。